配慮で減らしたときに2030年に15ぐらいになるからっていうので15シナリオを割と原発ゼロと同じように捉えている人がいるんですが、その後も15を維持しようと思うと当然ながら新増設が必要になる。20から25の場合はもちろんその奇数が増えるわけです。それから高レベル放射性廃棄物、まあ、未来世代に残してしまうものですが、まあ、ゼロシナリオの場合は再稼働をどれぐらいするかによって変わりますが、2030年を超えればゼロのはずですからゼロです。で、15シナリオ、20から25シナリオだと、手元の資料を使っての計算ですが、これぐらいの本数ずつですね、稼働を続けると当然廃棄物出るわけなので出し続けることになると。でこれが未来世代に残してしまうものになるということになります。あと地震の話は飛ばしますが、まあ、日本でたくさん地震が起きているというのはご存知の通りで、まあ、こういったリスクを、フランスだって原発やってるからいいじゃないかっていう人もいるんですが、原発立地している国で、地震が頻発するのは日本と台湾とアメリカの、西海岸の一部だけと言われているというような情報をですね、含めてですね。で、中長期のことも考えたいという特に若者からの意見もあって、短期的にはゼロシナリオは再エネ普及のコストがかかるし、当面火力に頼りますから火力のコストがかかる。しかしそれを投資として行うことで、中長期的には原発事故のリスクや不安はなくなるし、核廃棄物も増え続けないし、エネルギー自給型になるし、で、再エネが普及すれば火力も減らしていけますから、化石燃料のコストや輸入リスクも減らせるでしょうと。それに対して15から20、25のシナリオは短期的に再エネ、省エネ、火力のコストは少なめで済む。だから電気代も安めに出ると思いますが、しかし、その反面、まあ、原発事故のリスクや不安はずっと続くし、核廃棄物は続くということになります。で、先ほど言ったようにですね、このどうしても今は2030年までというふうに切られているので、短期的なところだけで考えると再エネ不安定だしコスト高いよねっていう話になってしまう。だけどもう少し時間軸を伸ばすと、それを今やることでエネルギー自給型の社会になっていくとか、国際情勢に、まあ、例えば火力の燃料にですね、左右されることがないような安定したエネルギー自給ができるようになるとか、まあ、それに対して原発を使い続けるとずっとその事故のリスク、もしくは放射性廃棄物が残ってしまう。こういったその時間軸を伸ばしてやはり考えてもらう必要があると。日本社会2030年で終わるわけではありませんので、まあ、こういったことも出し方の一つの、まあ、トリックというとおかしいんですけど、2030年までだけ考えて、くれればいいんだよという出し方にしてはいけないのではないかと思っています。先ほど言いましたように、どのシナリオにしても社会として考えていかないといけないことはいくつかあって、まあ、それはそれできちっとどのシナリオを選ぶにしても議論していくので、これをもってそのだからゼロがダメとかだからこれがいいとかいうことではなくて、どれにしても国民がまた議論し選択していく必要があるということは同時に伝える必要があると思っています。で、今お話ししたように情報の伝え方、出し方、何を議論したのか何を議論していないのかもきちっと伝えるということも一つ、それから実際に国民的議論のさまざまなやり方、運営について、それはどう改善を図っていくかと今後の話になっていくと思いますし、最後に一番求めたいのはどのように政策に反映されるのか、きちっとその国民的議論を政策のプロセスに位置づける。で、そういう意味で言うと一番最後に一番私の伝えたいことを申し上げると、有事は平時の備えにありというふうに思います。で、何かあってから国民的議論というふうに今回のようにバタバタやるんではなくて、何もない時から国民がエネルギーについて議論する、もしくは国が政策を作る時に国民の意見をちゃんと対等に聞くようになる、まあ、そういったプロセスとか場とかメカニズムを作っておかないと、何かあった時にバタバタやるとその運営とかどうしてもうまくいかないところが出てきて、それをもって国民的議論を否定するのは間違いだと思ってるんですね。なので今回の一つのきっかけにして、これが終わったら終わりではなくて、どのように継続的にエネルギーや重要な政策について国民的議論を続けていくか、国とちゃんと話し合いをしながら、国がある程度政府がそれを意見を取り入れていくような、反映できるような仕組みを作っていく、そこに結びつけられたらと思っています。で、基本問題委員会の方で電源構成以外のエネルギー基本計画に盛り込むところ今話し合っているので、その国民に声を聞くとかいうのは必ず文言として出てるんですが、常にほとんど実態を成していないので、そこを何か仕組みとして提案していけたらというふうに思っています。以上です。
どうもありがとうございました。問題提起をいただきました。あれ、ただその問題提起いただいた中のどうこう反映されていくかがわからないというところはなんかお答えをお願いをしたいと思います。出口の問題、政策への反映という議論だと思います。これにつきましては、もちろん、いただいたものを反映していく。で、それを例えば数の形でやるのかですね、論点の形に整理するのか、いずれにしても、すべてのいただいたものを咀嚼をして、それを政策に反映させていくということは決めているんですが、具体的にですね、どういう形でやるべきなのかという点につきましては、それも含めて、逆にご提案いただければ、それも一つの国民的議論のきっかけにはなるというふうに考えております。それはどこで決めるんでしょうか。一体この国民的議論の扱いは、エネ関会議だっけ、エネ関会議で閣僚の皆さんで決めるんですよね。はい、一義的にはそういうことになります。エネルギー環境会議において、いただいた意見も含めて、どのように政策に反映させていくかを決めることになります。案は誰が作るんですかって今こちらから質問ですけど、やっぱ案がないと、そのいろいろ国民にその論議の仕方も提示してほしいっていうのは今まで言われてなかったですよね。もうシナリオは3つで、それのどれかということで、どう論議するかは国民に聞いてないわけですよ、今までは。でも今それも国民に聞くっておっしゃったけれど、そういう構えに変わったんですか。どう論議するかを国民に聞くというための公聴会というか、こういう会合になった、変わったんですか。いえ、すみません、まず申し上げますと、そういうご意見もいただければ、それは反映させていきたいということと、あと、3つのシナリオの中からどれか1つを選ぶというわけではなくて、これについては国会等でもご質問いただいておりますが、この3つのシナリオというのは国民的議論のたたき台として、エネルギー環境会議としてお示しをしておりますが、この中から1つを選ぶと、最終的な結果がですね、というわけではなく、ということは決まっておりません。そこはこれまで国会等でご質問いただいて、そのように閣僚からはお答えしているところでございます。やっぱりよくわからないんですけど、どこで何が決まっていくのかですね。それで、特にこの各地でのその意見聴取会の意見聴取会っていうんでしょうか、ことを見ててもいろんな問題点の指摘が多くて、順次やりながらというか改善はされていることと思うんですけれど、先ほど枝広さんからあったいくつかのその今提示されてるシナリオ自身が分かりづらいっていうのがもう一つすごく大きいと思うんですね。彼女が出した例では2030年に 15% で稼働率 70% にしちゃったら新設を2基しなきゃいけないとか、私がずっと言ってるように2030年 15% ということは、すなわち柏崎刈羽も動いていなければその値にはならないしとか、そうするとどれが動いててどれが動いてないのか、増設はどうなのかとか、そういうのがないと2030年 15% っていうのは本当に国民から見て選びづらいと思うんですね。で、そういう指摘はどう改善をされてるのか。さっきおっしゃった今度からは4224その他4に置くっていうけど、ますます集約わけわかんなくなっちゃうと思うんですね。せめて今ある選択肢の意味をもう少し丁寧に提示するなりしないと、最初やり始めた意味がなくなってきてしまって、ここをこう改善すべきというようなご提案は今の枝広さんのも含めてあるので、それはどう受けて
止めておられますかっていうのが一つ目と、あとは聞き及ぶところによると福島ではこういう選択肢を出さないで全くあのノーベースでやるんだというような報道もありますが、これは本当かと。で3点目は、私こういうのあんまり見たことがないのですが、各会場における申し込み者数と来場者数で当選者に比して実際の来場者がすごく少ないんじゃないかなと。せっかく応募して当たりってなったのに、この少なさ、例えば241人埼玉では当選して170人とか、札幌も230で172とか、まあ、あの4分の3かけくらいですよね。これは何か理由があると思ってられるのか、どうでしょう。あの3つまとめて伺いました、はい。それではですね、まあ、一番簡単な最後の質問からですけど、まあ、これはあのやっぱり無料でお越しいただく場合って、やっぱり それなりにぶどまりがやっぱりかかるようです。これはあのいわゆるイベント業界のなんて言うんでしょうか、まあ、経験則の範囲でいうと、実はこの7割っていうのは結構高い。実際は半、まあ、そのあのいわゆるその無料のこういう企画は大体半分強がまあいいところじゃないかっていう感じなんでですね、まあそういう意味ではかなりぶどまりは高いというふうに言われているようです。ですから、あの例えば受かったんだけどこの日天気が良かったからやっぱり、子供連れて海行っちゃったとかですね、そういうのも結構というのが結構その、まあ、こういういわゆるイベント無料イベントものはやはり高いんで、まあ、これ有料になるとまた全然違うということらしいんですけど、まあ、あのそこは、まあ、このいや我々も残念ではあるんですけど、まあ、これが実態であるというのが一つ、はい。それはあの前、それはですね、これは前の週の木曜日に締めておりますので、木曜日に入れてると思います。思いますじゃなくて、それ明らかにしていただけますか。実はですね、はい、ある別な内閣府がやっているこの類の集会で前の日に通知してるっていうのがあったんですよ。 あなたが出られますよっていうのをですね、前の日に通知されちゃそれはいけませんぜっていう話なんで、だからそれははっきりしておいてください。これは木曜日です。前の週の木曜日、だから前の週というか、だから例えば日曜日にやれば土金木3日前ですね。なるほど、はい、わかりました。はい、じゃああとそれから、ですね、資料が分かりにくいというご批判はいろいろな方が確かに受けているのは事実でありますが、これをまたちょっとその、まあ、これは閣僚、まあ中心になっているのは古川大臣、それから枝野大臣、細野大臣ではあるんですけれども、まあ、要は閣僚間でいろいろご議論いただいた中ではですね、いろいろその注釈を増やすことによって分かりやすくすることと、そのやはりそのこれはもう正直言ってもう私どものまあ不徳の致すところなんですけど、我々が何か注釈をつけて分かりやすくすることで、まあ、どっかの数字に誘導してるんじゃないかという逆の批判もいろいろ受けるんで、これはもう閣僚間でですね、できるだけシンプルにする。だから正直言うと分かりにくいというご批判を受けるのはもうこれ甘んじて受けるということで、ある程度ですね、できる限りシンプルにしていくというのが、まあ、基本的なその、まあ、エディットの方針になっているので、そういう意味では、まあ、今、枝広さんからもお話があったようなところって、まあ、当然あり得るとは思っているものの、そこはですね、まあ、まあ、いろんなところではできる限り丁寧に説明していくことを補っていくのかなというふうに思っております。そういう方なんで。あ、はい。原案の作るときの方針にですね、方針、まあ、はい、大臣の方からご指示をいただいております。方針ってのはどういうことを決めるんですか。つまりそのどういうエディットをするのかという意味では、できる限り、まあ、シンプルに余計な説明を付け加えない方がいいんではないかというご方針。ただ、はい、これでも途中で申し訳ないんですけどね、ゼロシナリオのとこでも経済的負担が重くなってでも相当高水準の再生可能エネルギー省エネガスシフトを実施するっていう、こう今誘導的にはなっちゃいけないとおっしゃいながら、経済的負担が重くなってもって書いてあるわけでしょ。でゼロシナリオのところに、でも例えばまあ、原発を続けていくにあたっては、さっきのこの前の電気料金の時にも議論にもあったけれども、まあ、大変な本当は
本当に事故が起きた時の負担はあって、それが東電の賠償の中には、なんだろう、ちょっとしっかりと組み込まれてないわけじゃないですか。なんかそのだからやっぱこれ案を作る、ここまで案作ってないでしょ、だってきっと閣僚の人は。いや、まあ、当然それはそうですが、まあ、基本的にはリットの方針をいただいた後はですね、事務方で作って再度閣僚にご確認いただいた上で、ゴーサインを出したということになってございます。じゃあどうぞ説明を続けていただいて、はいはい、それであのあと福島ですが、福島についてはですね、これはもう、これも大臣のご意向でですね、ここはもうフラットにやろうということで、そのシナリオ間のお話は別に個別のそこの議論はしないということで、もう出していただこうということにしてございます。じゃあ斉藤さんどうぞ。すいません、その福島の今の話なんですけれども、なぜそれをフラット福島だけフラットにするのかということをちょっと一つお伺いしたいなと。あとですね、まあ今日午前中私環境委員会で質問させていただいた、まあその続きなんですけども、ゼロの会のですね、まあ議論の問題点であった、このシナリオからはですね、その原発をやめるのか、続けるのか、それから、まあゼロにするのか減らしていくのかというのが、まあなかなか見えてこないよねと、国家がどういうふうに考えているのかが見えてこないということを私、聞きまして、そしたらですね、政府の方からですね、いや、国民のこれからの議論で決めるんだよと、いうようなですね、内容の答弁があったかと思います。確かその震災後にはですね、まあ総理がその原発依存度を減らしていくというようなことを言ったかと思うんですけれども、まあここに来てやっぱり変わってきてしまったのかという、整合性が取れないよねという話なんですが、そこはどうなのかということを一つお伺いしたいと思います。それともう一つ、ちょっと気になったのがですね、国家戦略室のですね、レジュメのですね、5ページなんですが、原発依存度 15% で、の下の方ですね、現存するすべての原発に新しい安全規制の40年運転制限制度を自然体で運用した場合の数字という、この自然体ということはどういうものなのかと。いうことです。それと、まあ、仮にですね、原発依存度を可能な限り減らすと、いうことに、まあ、目指すということであれば、その20から25のですね、その新設更新が必要というのは、やはり、矛盾するのではないかというのが、私の考えるところなんですが、そのあたりの説明をよろしくお願い申し上げます。まず福島の話なんですけど、これは全国11箇所でやるという、残りの10箇所とは多分意味合いが違うというふうに思っております。で、残りの 10箇所については、まあその3つのシナリオについてどういうふうに国民の皆様が考えているのかというのを、まあある意味で、まあ聴取する、まあ聴取という言葉が本当にいいのかどうかってあるんですけど、まあ伺わせていただくということで、だからそれはシナリオごとにどんな考えをしてますか。で、つまりシナリオの、意見表明した人も、まあ他かも本当あるのと思うんですけど、どんな考えを持っているかっていうのを聞くのをメインにしてるんで、3つ分けて、それからまあ今度は改良して、その他、もう自由で何か言いたいことがあったら言ってくださいという絵なんですが、多分福島はそういうその全国各県、これはもっと言えば、その全国は例えば東京の人が札幌でお話ししていただいても全然構わないような今、仕組みになっておりますけど、福島はやっぱ特別だろうと思っていて、それはもう福島は福島の、まあ、県民の方、それから避難をされているような方に対して、どういう思いをしているのかというのを聞くということなんで、そこはもうシナリオというよりはもうフラットにお願いしているという形になっております。あと先ほどの自然体という意味ですが、これはまあ、一種機械的と言ってもいいかと思いますが、現存するすべての原発ということで、現在日本で廃炉措置の取られていない50基の中で、40年の2030年時点で、40年経っていないものが、稼働した場合の数字ということで、すなわち20機が対象になっています。で、それは機械的にと申し上げたのは、個々の原発の状況とかを考えずに、とりあえず、その40年と、
運転稼働から40年という数字だけで機械的に計算をしたという趣旨でございます。すいません、その時の原発の稼働率はどうやって計算されてるんでしょうか。稼働率については、ここは特定 の、 総合資源エネルギー調査会でも資料で示した、まあ、70から80というのが一つの、その総合エネルギー調査会の資料にもありましたが、一つの目安にはなってますが、いくつというのを限定しているわけではございません。あともう一つ、20から25というのは、その原発依存度低減ということとの関係で、まあ、新設更新が必要ということとの関係をご指摘ありましたが、基本的にその最初にあります通り、原発の依存度を下げていくという点に関しては共通、ただ下げ方、下げ幅、下げるスピードというのが違うということで、この数字になっておりまして、まあ、その2010年の 26% というのを一つ基準して、そこから下げていくということで、提言はしていると。ただし、仮に 20% というのを前提にし、 25% もそうですが、先ほど言ったように40年制をやっていくと、いずれにしても新設更新が必要ということになりますので、それを明記させていただいているということでございます。ということは、これ確認なんですけれども、これは原発はもう確実に減らしていくんだぞという、そういうことでよろしいですね。それで例えばこれ2030年の15シナリオ 15% となってますけれども、これが2040年にじゃあ 20% にまた上がってしまうとか、そういうことっていうのはもうこれはないと思っていいですか。2030年に15であれば、もう2040年は15よりも確実に低い数字であるという、そういう認識でもよろしいでしょうか。一点、まず原発依存度の低減は原発の基数と、まあ、明示に書いてないので、基本的には同じことかと思いますが、一応原発依存度の低減ということでございます。それで今のご指摘につきましては、その